今回はですね、うん、まあ、前回 T サイト湘南 T サイトのフリーマーケットに行きまして、うん、はい、でそちらの購入品を今回紹介していきたいと思います、うん、はい、でまあね、それ見てない方はぜひ見てから何買ったかっていうのをちょっと予想して見てくれたら、うん、なんかより楽しめるかなと思うんで、うん、よかったらそちら見てください、はいはい、ではですね、やっていきましょうか。やってみましょう、うん、まず一つ目からいきます、うん、一つ目、その二つある。そうだね、こちらです。出ました、メッセージロール、はい、買っちゃいました、また、うん、ね、実はですね、少し前にキープレフトさんにね、うん、お邪魔したじゃん、はい、ね、そちらもアメリカ雑貨の、錦糸町にあるね、はい、お店なんだけど、そこでこちらの、うん、めちゃくちゃでかいね、このメッセージロール買ったんだよね、うん、そう、これで買って、うん、いいなってことで、うん、仲間をね、引き連れてきたんだけど、うん、この店もキープレフトです。そうだね、そうそうそう実は出店してたんだよね、うんうん、で、そこで、まあ、売ってて、これもめちゃくちゃ安かった、550円そうということで、うん、人気ないなって、これは。まあ、だろうね、うん、ちょっと特殊だもんね。そう、いろいろキャラがあるんだよね、うん、これとか、まあ、いろんなのがあって、うん、このグランドマザーとマザーは人気なくて、これだけ、うん、この2つだけ10個以上あった。ほんと、それだ、うん、だから安いということで、なるほどね。で、今回、まあ、ファーザー、マーザー、グランドマザーということで、うん、ちょうどいいじゃんということで、うん、買ってきたんだけど、でもね、今見たらでかいね、これ、うん、でかい、これさっき比べたことなかったんで、うん、で、比べたらでかやばいね、色も全然違うね、うん、これね、ビッグパパだよ、これ。確かに、うん、色ほんと違うな、あれも違うね、なんか重さも。そう、こっちの方が重い。いや、それはないよ。ほんとほんと、あー、重いかでこれがでかいからそう感じるかもしれない。え、違うでしょ、こっちが、なんかこっちの方が空洞がすごい、なんか確かにね、でしょ、うん、作りが違うんだ、これ。こっちの方が軽いかもしれない。カンパニーも違うのかな、これ。同じなんじゃない、さすがに。それ1970年なんだ、これ。これもそうだよ、ほんと。うん、ちゃんとこれメイドインSで書いてある。メイドインSで、ロットナンバー書いてあるでしょ、ね、705、うん、で、これでね、仲間ができたということで、ここにまた置きます。置くっつってもさ、なんかもう色味がなりすぎて、うん、置く場所なくなっちゃってんの。確かに、これ、あれなんだよ、まあ、置く場所わかんないから、はい、適当に置いて、適当に今、置いておきましょう。はい、はい、で、続きまして、はい、こちら、こちらです、ね、何かわかるかな。このカバーは、あ、うん、ちゃんと、このってな、出ないようになってんだ。そうだよ、下は、うん、普通のケースかと思ったらさ、ここで、うん、そうだよな、ちゃんと鉄でね、パンパンされる、うん、知らんかった、ちゃんとなってんじゃん。そう、落ちないんだ、これ革じゃないけどね、うん、こちらです。はい、こちらなんですけど、ハードロックカフェ の、うん、あのサングラスです。そう、この見たことないね。そう、見たことなくて、結構いいんだよ、これ、マジで、うん、こんな感じなんですけど、うん、サイズもぴったしで、ね、このサングラスのこの形状のやつ、俺結構あのサンフランシスコで、うん、あのやってて、うん、で、なんか探してたんだよ、うん、なんかいいのないかなみたいな探してて、ちょうどこれありまして、うん、で、しかもハードロックカフェのこの感じのサングラスかけてる人いないじゃん。いないね。しかも結構いいのが、うん、ここのここがさ、うん、まあ、ブラウン結構感じで金なんだよね、ここのフレームが。そうそうそう、うん、で、それでハードロックのこのピンズみたいのがまた金だから、うん、結構かっこいいね、これ。少し高級感あるよ、これ。あるあるある。でしょ。でも、触るとその高級感あるよね。そう、こう持つと、うん、そう、シャカシャカ感みたいな、なんでだろう、なんかお土産屋さんで売ってる感じなんだけど、そうそうそう、それいいよね。そう、で、これがね、逆にね、うん、なんかチャッチー感じが良くない、またメンズもなんかちょっとね、グリーンっぽい感じになってるから、うん、それかっこいい。逆にこのチャッチー感じが好き、うん、まあ、楽には使えるしね、そう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 、安いやつだと、うんうん、音で分かるでしょ、これ。そう、安いね、安いね、これ。それがいいね、作りやすいもんね、これ、うん、これもハードロックカフェの、ここもあのたださ、あの接着剤つけてるだけだからね。本当だ、一応、まあ、あのピンズみたいになってるけど、なってる、刺さってるけど中に、うん、まあ、もうつけてるだけだね。ここがすぐやダメになりそうで怖いね。確かに、しかもここも絶対あれなんでね、こういうのってさ、あの右と左全然違うんだよね、うん、やらかさ、締めればいいんだけどね、うん、確かにこれあれだね、金ってとこがミソだね。そう、金なのがいいんですよ、うん、これあのシルバーってダサいね、うん、まあ、この色がこれだからね、テンプルも、うん、
ちらです、うん、どんな感じでこれ横から見たらめっちゃいいよあれになるちょっと見える見えない見えない全然横から見たらまあロゴあるけど別にそんな目立ってる感じじゃないほんと、うん、これちょっとかけていきたいと思いますそれいいよ、うんまあ、夏に向けてねいい感じだよこれ、うん、ケースもついてるし、うん、ケース意外にいいなこれ、ね、知らんかった楽だよな、うん、パンパンパンこちらでしたこちらですね続いてはい同じ場所で買ったんだけど、うん、こちら小物続きですねステッカーパタゴニアの、うんまあ、ステッカーだけど、うんまあ、ちょっとデザインが昔の古い感じのやつだったからいいなと思ってねついでに買っちゃったなんか90年代とか言ってなかったくらいかな、うん、色味もなんかいいよねこのパタゴニアがないっていうのがいいねそうそうそう、まあ、パタゴニアって書いたんだけど、まあ、見た目、まあ、パッと見分かんないじゃん正直これ色合いとかもね、うん、ではまあどっかに貼ろうかなっていう、うん、キャンプ用品とかに、うんまあ、ステッカーは何枚あってもいいからねそうなんだよステッカーね、うん、めちゃくちゃ持ってるからねそう、うん、今さステッカーすごいちっちゃいの欲しくて、うん、携帯の裏に貼りたいんだけどなるほどねなかなかないのしかも携帯サイズ感それはちょっとでかいでかいかうんまあでかいでもちょうど入るけどね全然これで1枚になっちゃうしそうだ、ね、俺少し結構なんかいろんな3、4枚貼りたいんだよ、うん、まあ貼ってるんだけど、うん今いろいろ集めて欲しいんだけどなかなか見つかんないそうだねあとね、うん、防水のシールじゃないとすぐ剥がれてきちゃうから風呂場とかでねそう、うん、そこがね結構なかなかない確かに防水は意外とそう昔のやつがないからね古いやつだと普通に剥がれちゃうから、うん、あのツールボックスとかあったらさいいけどさ、うん、水に触れちゃうんだ結構だからなかなかねいいのがない作りましょう、うん、確かに作った方がいいね、うん、作った方がいい続いて、うん、ラストです早いっすね早いね今回は早いね、うん、こちらやっと服やっと服ですこちらですねこちらリッキーズですはい、はい、80年代のリッキーズのパンツのデッドストック、はいうん、なんですけどどんだけ持ってんだろうねもう84まあそうだね、うん、この色がね意外にいいんですよいいよこれそうで8ウエスト81でレングス8あ81じゃねえウエスト31、うん、どんだけでけんの本当だよ81ってやべえだろウエスト31、うん、レングス31なんですけど、うん、まだ正直履いてない履いてないそう、まあ、今回は紹介するために俺これ待ってたんだよ、うん、でも履いたじゃん履いたじゃん履いたわで結構ピタシだったよ確かにピタシ全然着れるよこれは着れるね、うん、でフラッシャーついてるからちょっとなんかもったいないんだこれそうねこのフラッシャーねあの縫い付けたんだよね一緒にそうそう普通のここについてるフラッシャーとかあったら、うんうん紐切って、うん、バン取って取れるけどこれね縫い付けてるパターンはねそうなんかもったいないちょっともったいない感あるねそううんでもこれもかっこいいねそう困っちゃうよまあ確かにでも洗ったらどんどんいっちゃうからあるでも剥がすかうんで、うん、この80年代のいいのが、うん、まあ元々90年代も USA のそうなんだけど、うん、ここのね、うん、あそうこの太くなった時に外せば、うん、この紐をね、うん、太くできるというそうこうなんかね、なんていうの、こうやって縫われるんで1回だから紐外れはこうなるからウエストが1インチ、2インチぐらいアップするんだよね、うん、だから太っても大丈夫っていうのと、うん、あとこのここにマチがついてるんだよねそうここ、うん、これもねいいんですよやっぱりそう80年代の特徴でこういう風になってるっていう、うんうん、これいいよねいいよね、うん、でも履き心地はどうなんだろうそうだね、変わらないから、ね、まあ変わると思うよ、さすがに、うん、ちょっとゆったりしてるのかなそうじゃないマッチない方がスラッとしてるのか関係ないのかな下だからでも単純に楽じゃん、作るのが、うん、だからまあ、リピールとして外したんじゃない目の臭いしこれ縫うだけでも全然作業通りは違うからねパターン、うん、で、やっぱこのレッドストックだから、うん、生地がまだやっぱバキバキこれバキバキだね、うん、あと80年代ってさ考えたら40年前だよ確かにすごいよね、うんすごいなと思うね今のディッキーズのなんか現行の新品と比べてもちょっと違うかもしれないこっちは全然、うんうん、こっちの方がいいねやっぱ、うん、色がやっぱないもんね今これ色これいいね、うん、色いいっすよめっちゃザ・ワークみたいな、うん、かもしてめちゃめちゃかっこいいっすこれ、ねはい、今回はこの四五点なんですけど、うんうん編集してるときにね、うん、いつも気づくんですけど、まあ、あるあるみたいな感じなんですけど、うん、編集してるときに、結構さ、映るじゃん、うちらが、まあ、そう。で、それがすげえ欲しかったなーっていうのがいっぱいあるね。だから Vlog あるあるよ、ほんとに。
ね、うん、これ買っとけばよかったなっていうやつとか、そう、あと背景にあれそんなあったみたいな、そうそうなかなかね撮影に集中しちゃってなかなかね視野が狭まってたよね、そうそう、だからあれみたいな、そうそう、2人でね画面上でなんかこれよくねえねあるあるでね、まあ、今回も俺がバンビジャケット着たじゃん、うん、セットアップでシアーズのやつ着たんだけど、ね、あれねめっちゃ良かったなみたいな、あれ良かったよね、確かに、しかもね撮影した時ってねなかなか自分で見えないんだよ、まあ、鏡、まあ、あの時見てないんだ確か俺、あ、そうだったっけ、うん、で着てて、まあ、こういう感じで見てるから、うん、正直分かんないんだよ、で画面越しで見るとさ見れるじゃん、うん、全体を、でその時にうわめっちゃいいやんとか、そうね、なっちゃうんだよ、うん、あれほんと良かったね、であとねそれがね出店者が分かんなかった、あ、ほんと、その結構ね、あ、確かに、フリマはテントになってて、うん、まあ、そのテントの上に名前が書いてあって、まあ、出店者のね、うん、で、あれだけテントなくてハンガーっていうかなんかあのラックに、隣のとこなんじゃないのかな、だと思うけどね、で、まあこれ見てるね、あの出店者のあの人いればちょっと連絡くださいあれ欲しいぜ、お店にお店にお願いします、行きます、あとあれだね、今回の Vlog で、うん、ついにボブさんの正体が確かに明らかになったっていうことで、確かにね、見てない人見てほしいね、本当にそうだね、うん、うん、だからね、ボブさん実はコックだったという、うん、はい、コック言っちゃってんじゃないかい、いいんじゃないですか、で止めてみてってくださいと思います、うん、で、でもね、うん、あっちの Vlog でも言ったけど、なんか一応ね、あの本当にスタッフ募集してるらしいんで、そう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 、ね、オープンするから、もう初めからの、だからオープニングスタッフっていうのかな、うん、初めのスタッフも募集してて、うん、結構これからあそこはね、かっこよくなるっぽいから、うん、興味ある人はね、そう、うん、アメリカ好きぜひ、ね、お願いします、うん、で、まあ、オープニングスタッフって一番いいよ、いいよね、正直ね、できてから教えるってなると、うん、まあ、お店ができてるところに入ると結構ね、システム化されて ね、あの、まあ、これやんなきゃいけないみたいなちょっとね、うん、あるんだけど、分かんないとかね、そうそうそう、うん、オープニングスタッフだったらみんなで一緒に考えていくみたいな感じだから、うん、結構面白いと思う、面白いと思う、うん、これぜひボブさんの働きたいから ね、湘南近い人がいいかな、多分、確かに、うん、あそこの辺住んでれば、うんうん、年齢問わず言ってたから、うん、まあ、コメントにもあったんだよね、うん、なんかおじさんだけど大丈夫かなみたいな書いてあるけど全然大丈夫です、そんな関係ない年なんで、そうね、うん、まあよかったら概要欄に貼っておくんで、はい、そのよかったらチェックしてみてください、でこちらにですね、あのうちらのやってる SNS あるんで、はい、よかったらチェックしてみてください、あとチャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もぜひぜひお願いします、では次の動画でお会いしましょう、バイ、ではですね次の動画でお会いしましょう、バイ勝手に編集点つける使うけどね、使うな。